こんばんは。それでは、始めていきたいと思います。今日はね、いつも月1で演奏させていただいているドラムのいないトリオで、演奏予定だったのですが、実は、ゲストで、ドラマーさんに入っていただくというちょっと特別な感じになりましたので、今日は4人でお届けしたいと思います。本当は
遊びに来て、きっとスタンダードか何かを何曲か演奏して楽しくみたいな、つもりだったかもしれないんですけど、突然来て、うちらのトリオは周平さんの曲ばっかりをやってるんですって言って、リハからキメのある曲とか、ね、初見でたくさんやっていただいてどうなることやらって感じなんですけど、無理を、そんなことないですよ無理を言って、たくさん譜面を渡してやっていただくということになりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いつものトリオはピアノ、そして、作曲は水野周平。そしてベースは林香菜。サックスは竹中優子です。今日は、はい、初めてこのトリオでソプラノサックスも持ってきました。ちょっとね、挑戦しなきゃいけない曲があるんですけど、やってみたいと思います。そして、スペシャルゲストです。ドラムは佃雅彦、よろしくお願いします。じゃあ1曲目に Away Forward という曲をお届けします。すべて周平さんのオリジナル曲でお届けしたいと思います。
では次に冬の曲がありますのでやってみたいと思います。ウィンターブーケという曲です。
ありがとうございました。個人的に今日の挑戦第1位でした。ウィンターブーケ。今日は、ソプラノサックスで演奏してみました。では、挑戦2。挑戦2は、新しい曲です。今日初めて、やらせてもらいます。ブルース・イン・ジーという曲。令和1。令和シャープ1。という、2個タイトルがついてます。令和の1年に作った、ブルース・イン・ジーという曲ですね。はい、ではやってみたいと思います。
Thank you.
Thank you.
どうもありがとうございます。ベース林かなちゃん、フィーチャーで歌文字お届けしました。そう、つくださんにエトロジーの譜面が渡ってなくってちょっとびっくりしましたね。こうやって避けてたら違う譜面出しててで、はぁとか言ってどうしようどうしようどうしようとかやってたらあのサミ入り注ぎます。はい、なのにあのやってくださいました。素晴らしいドラマーです。では、ファーストセットの最後にもう一曲お届けして、少し休憩を取りたいと思います。Piece of Sentence という曲お届けします。Thank you.
少し休憩いただきます。